後編です。前回は宇田川陽庵が日本に科学を初めて紹介し、それに精微という名前を付けたって話をしたよ。学問としての科学は入ってきたけど、言葉としての科学はまだできていない。そういう状態だよね。もう後編だし、あんまり引っ張る必要もないと思うから単刀直入に言うけど、科学という日本語を初めて使ったのは幕末、明治初期に蘭学者や医師として活動した川本光明だよ。前半の動画でも物理書の機械観覧講義の作者としてちらっと名前が出ていたよ。この人はどんな人なの？光明は文化7年に久喜藩の武家の家に生まれ、藩校での抜群の成績が藩主の目に留まり、20歳で藩命によって江戸に留学し、そこで足立長春や坪井新道について、尾形公安らと共に蘭学を学んだよ。なお余談だけど、光明が酒好きで、お酒を飲めば飲むほど勉学に励んで叶わないと公安が書き残しているよ。普通お酒飲んだら勉強しなくなるのでは？光明は天保6年、26歳の時には機械観覧を執筆した青地林荘の三女と結婚しているよ。光明は後に執筆した物理書の機械観覧講義を著しているけど、これは岐阜である林荘の機械観覧の内容を増補したもので、ある意味岐阜との共同作になっているよ。あと、これまた余談だけど、光明の師である坪井新道は林荘の次女と結婚しているので、蘭学では師弟関係の新道と光明はプライベートでは義兄弟の関係になっていたよ。狭い業界というかなんというか。ただ、結婚直後の天保7年、光明は酒の席で藩の上司を傷つける人情事件を起こしてしまい、江戸の藩邸に幽閉され、その後6年間失居となるよ。平たく言えば、6年の間、自室とトイレ以外には行ってはいけないという生活が続いたんだね。何それ辛そう。ただ、この期間に光明は多くの蘭書に触れる時間を持ち、それが後に蘭学者として大成する素地になったとも言われているよ。機械観覧講義の原稿が完成したのは失居が明けてから8年後の嘉永3年だし、さらに失居明けから19年後の文久元年には科学新書という科学書を執筆しているよ。ついに科学という単語が出てきたね。一般にはこの本において科学という言葉が初めて世に送り出されたとされているみたいだよ。科学新書はドイツのステックハルトの著書である科学の学校のオランダ語訳書を光明が和訳したものだよ。ちなみにこの本の完成は陽庵没後14年後の話になるよ。ちょうど陽庵と入れ替わるような形で光明が科学を伝えていくことになったんだね。陽庵の死は蘭学者の間で結構衝撃的だったらしく、光明の師でもある坪井新道は尾形公安へ手紙で、国内唯一の科学の専門家である陽庵の師により国内の科学が絶えることを憂いていたけど、光明の出現でこの憂いも払拭されることになるよ。なおまた余談だけど、当時、新しい書物の出版には幕府の許可が必要だったんだけど、万延元年に光明が万有科学という翻訳書の出版を願い出て、却下されているよ。一般に向けてではない場面としては、これが日本で科学という言葉が使われた最初だったと思われるよ。なんでこの本は却下されちゃったのさ。はっきりはわからないけど、幕府内にも蘭学を気に入らない勢力がいて、その嫌がらせだったとも言われているよ。ただ、光明も光明で、万有科学の内容はそのままに署名だけを変えて、それをそのまま科学新書として再度刊行の許可を申請したとも言われているよ。これは却下された万有科学という署名が科学新書の翻訳元のオランダ語本の署名に対応していることがこの推測の根拠となっているよ。ちゃっかりしてるな。まあ万有科学も科学新書どちらも最終的には発刊されないんだけど、科学新書派その写本が実際に改正所で教育に利用されたとされているよ。だから、完成は万有科学の方が早いけど、日本に科学という言葉を初めて送り出したのは科学新書ではないかと思うよ。日本初の科学と名のついた教科書なのにまさかの正式に発刊されていないという。まあとはいえ、科学新書が日本の科学の歴史に与えた影響は大きいよ。科学新書は原子の概念、非金属元素、軽金属、重金属、無機酸、有機化学などを紹介していて、ドルトンの原子説、等量、原子、ラジカル、異性体などの概念を初めて国内に示し、さらに、タンパク、ブドウ糖、諸糖、凝固、乳剤、尿素など、現在でも汎用される科学用語が光明により多数送り出されたよ。しっかり意味が対応するように新しい言葉を作るのは大変そうだよね。今なら横文字翻訳がそのまま採用されちゃいそうだけど、
そういえば公民はどうやって科学という言葉を思いついたのかな？やっぱ物質が変化する学問だから科学にしたのかな？いや、科学という言葉の由来なんだけど、これはもともとは中国語らしいよ。公民は板書調べ書という、当時中国から日本に入ってきた書物を検閲して看板とする幕府の役所に勤務していて、そこで読んだ陸王相談などの中国の書物に出てくる科学という言葉を持ってきたらしいよ。それまでの日本では用案の考案した精密が使われていたんだけど、公民が科学という言葉を使い始めてから、だんだん精密が使われなくなり、科学が精密を完全に置き換えて今に至るよ。なんかそんなにふわっとした感じで科学という言葉は社会に定着してったんだね。歴史のIFだけど、精密が使われ続けたら、今使われているいろいろな言葉はこんな感じになったんだろうね。違和感がすごい。ちなみに中国で科学という言葉ができたのは、楊安が精密という言葉を作り出してから20年ほど後の1855年と言われているよ。当時、中国で活動していた宣教師のハドソン・テイラーが子供向けの実験として水溶液の色を変化させる実験をしているのを見た中国人学者の王東が、その手法を科学と名付けたとされているよ。色の変化といえば科学の醍醐味の一つだし、そこからインスピレーションを得たというのはなんかいいね。王東は当時、上海の渤海書館という出版社の職員だったよ。なんなの、その渤海書館っていうのは？渤海書館は西洋の宣教師が設立した出版社で、公民が科学という言葉を見つけてきた陸王相談もこの社の出版物だよ。つまり科学という言葉が日本に入ってきた経緯をまとめると、ハドソン・テイラーが中国で子供に科学実験を見せた際に、それに対して科学という言葉が与えられ、王東がそれを渤海書館に持ち帰り、良い訳として採用、陸王相談などの書物で用いられ、その本が日本で幕府の板書調べ書で中国から入ってきた書物を改めている公民の目に入り、彼の乱書の翻訳に採用、科学新書で世に広まり、楊安の考案した精密に代わって定着する。そういう流れで今私たちは科学という言葉を使っているよ。つまり今で言うところの科学は一度は国産の名前がついたけど、割とすぐに中国産の名前に置き換わったんだね。ただ、やっぱり良い訳語だと思うよ。化学がどういう学問かを適切に言い表してると思うし、だからこそ、精密を置き換えて科学が結局残ったんだろうし。ただ、精密も科学も、どちらも新しい知識の普及に努めようとした先人の努力の証なのは間違いないと思うよ。先人の努力はいつだって偉大だね。精密と科学、どっちが好みの言葉か意見があればコメント欄で教えてほしいよ。そんなわけで、以上が科学という言葉のできた経緯だったよ。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。